疲れ様です。今日はですね、手放したいけど手放せないもの、あれですね、ボウリング用品なんですよ。もうあれ手放そうかなとか売ろうかなとか、そんなことを思いつつ、まあ、手放せなかったものにはなります。私20代の頃に今働いてたんですけど、もう20代の頃ってもう荒れてたんですいろいろ。そのまあ要はすさんだ心をね埋めてくれたのがボーリングだったんですね。もう本当に興味ない人興味ないと思うんで、まあでもちょっと見てってほしいなと思います。はい、じゃあ私が一番最初に買ったマイボールからご紹介しますね。そう、ブラウンズウィックっていうところから発売された C システムバルサマックス、バルサマックスになります。私これ自分でね選んでないんですよ実は。あのボーリングのボールってもちろんね、まあ、各社いろいろ新商品バンバン出すんですけど、まあ、そもそもそのボールの素材が例えばポリエステルだったりウレタンだったりいろんな素材があって、初心者さんだとウレタンの方が選びやすいですよ、いろいろあるんですけど、まあ、表面素材だったり、あとはこのボールの、コアがあるんですよ。これがボールの中心ですよっていうマークなんですけど、まあ、コアっていうのはもともと中心とかに当たる部分で、あるんですよ。だいたい5キロ。この子がちょうど5キロ投げてるようなもんですよね。この子がね、こうシャーン、シャーン。じゃあ次行きます。Victory！ 私パケ買いしちゃったんですよ。かわいいでしょ？地球みたい。ロトグリップっていうところから出た。アクトセオリーちゃんです。多分ね定価がね結構5万近くぐらいするんですよ。高いの、ボーリングボールって高いの。それで思い切ってこれね14ポンド買ったんですよ。めちゃくちゃ重たい。今持っても投げれなかったんですよ。当時結構ね体あった方、まあ、疲れたんで体あった方でも投げれなかった。うまく、ね、いい成績の中残せなかった気がします。重たくて単純にでも重ければ重いほどいいんで。インパクトセオリーちゃんでした。はい、いやいや、こちら、曲がらないボールでおなじみのターゲットゾーンになります。スペアボールだったりカバーボールっていう風に呼ばれます。もう名前のごとくスペアを取るためのボールですね。まあ、曲がらないって言うと、まあ、言おうと思えばこれも曲がるんですけど、さっきの紹介したこの2つあるメインボール、あれ曲がるボールなんです。ボーリングなんで、まあ、曲げてなんぼなスポーツ曲がりやすいとかめっちゃ曲がるんですよ。あのボールはスタイルはいっぱい出ればね、この頃ね活躍シーンなんてないんですけど、まあ、私別にそこまで成績も良くなかったんでめっちゃ良く使ってましたね。こんな感じです。私右利きなんで左で滑って右はストッパーかかってるような滑り止めですね。シュッキュッシュッキュッっていう感じで、あとはこれ、はい、ロボリストになります。高級補助器具みたいな感じです。要は、まあ、ボールボックスとどうしても手首が曲がっちゃったりするんですよ。で手首痛めちゃうし回転もうまくかからなかったりするんですよ。曲げ方によってこうね、こう投げるやつ。戦えるもんね、これね。スポーツだからね、ボウリングって。何言ってんのって。これで多分全部ですね。これでも売れるかもしれないな。